皆さんこんばんは、 MK です。ポケモンレジェンズアルセウスパート45やっていきましょう。今回から翡翠の化身たちの調査進めていきたいと思います。そう、前回の動画でコギトさんから新しい伝説のポケモンの情報をもらったんですよね。その情報によると、ボルトロス、トルネロス、ランドロスの3匹がこの翡翠地方にいるみたいなんですよ。ということで今回からその3匹の伝説のポケモンの調査を進めていきたいと思います。このゲームなんだか伝説のポケモン多すぎるよねと思う方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そう、もともとね、ダイヤモンドパール、この第4世代って結構伝説とか幻が多い世代ではあるんですけど、それにしても結構多いんですよね。待てよ、灯火だと思って近づこうとしたらヌメイルがいました。ヌメイル持ってないっていうか、ヌメラも持ってないぞ。ちょっと待って、で今回ね、翡翠の化身たちの中でもトルネロスのね調査を進めたいので、純白の凍土にこれから向かっていくんですが、その前にまずは、このグレンの湿地のね行ってないエリアをささっと回っていきたいと思います。ちょっと待って、ヌメイルはさすがに捕まえたい。オッケー、ヌメラは捕まった。これさ、ハイパーでいけっかな。ほら、ハイパーボール、オッケー、当たった。当たったけど捕まる？お願いだから一回で捕まってください。ありがとうはい、ということで翡翠ヌメールゲットすることができました。ヌメラは別にあれなんだもんね、格好っていうか、まあフォルム変わんないんだもんね。そしたら今度はこっち側はもういいかな。あ、待てよ、さっきさ、チュリネいなかったか。あ、いた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 。チュリネさ、確かサブ任務で捕まえてこいってやつありましたよね。捕まえていい？はい、モンスターボール。ゴースはもういいっすわ。ゴースは無視で、チュリネさん捕まってください。マジ？ちょっと待てよ、これ結構捕まんないやつか。落ち着け落ち着け落ち着け。はい、後ろ側からモンスターボール。あ、嘘。あー、今背面取りできたと思ったのに。これさ、後ろで待機しといてさ、待機してる暇なかった、危ないあ、でも捕まったからいいわ。チュリネ1匹捕まえました。てかできればもう1匹捕まえたいな。だってさ、このチュリネ多分あげないといけませんよね。確か医療隊の苦い葉っぱみたいなサブ任務だったと思うので、多分あげないといけないんですよ。それ考慮したら、やばい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 よ。あと、もう一匹持っておきたいんだな。チュリネさん、チュリネさん、なんで？なんでそんな捕まんないの君。オッケー、背面取りはしましたが、今見つかってないよね。はい、なんとか体力回復しまして、オッケー、チュリネ2匹捕まえた。そしたら、こっち側行く？ちょっと待って、まだこの辺ちゃんと見れてないよな。なんかいるかな？あーべっ、待って、え？ドダイトスじゃん。やば。やばい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 。ドダイトスいる。ちょっと、落ち着け落ち着け落ち着け。ジェットボール作れる？あー無理なんか。鉄のかけらあるんじゃね？ここに。あった。ジェットボール1個作れるぞ。このジェットボール1個しか作れないけど、この1個でなんとか捕まんねえかな。はい、1個作って、うわ、フェザボだったら結構作れんのか。フェザボ13個作って、そう、今さ、泥団子とか持ってないから、やばい、バレてる？誰かの何かでバレてるけど、ジェット、ナイス！背面ジェット？背面ジェットお願い、捕まって、お願い、ここで捕まったら超でかい、オッケードダイトス捕まった。そして待って、ドダイトスがいたってことはだよ。これさ、ナエトロいるだろう、どっかに。多分近くにナエトロいるぞ。待て、ドダイトスいたってことはそういうことだよな。あっちか？ちょっと待てよ、まだ行ってないエリアがちょうどあるから、そこに向かっていこう。はい、じゃあ、おーっと、灯火発見夜だからね、灯火が見つかりやすいんですよ。そしたらここで、はい、ゲットしまして、ちょっと待った、ドダイトスはでかすぎ。これでさ、ダイパの御三家全部揃ったね。そうだよね、ゴーカゼルも捕まえたし、エンペルトも捕まえたし、ドダイトスもそうだよね、捕まえたもんね。そしてこっち側じゃないね。向かうべきはそっちかなんか変な場所、灯火がないかも確認しながら進んでいきましょう。ないね。で、お、灯火発見。あれ、さっき行ってないっけ、そこ行ってないか。あー、だ、なんかなんかさ、このさ、あ、ラルトス、まあ、ラルトスは捕まえたか。持ってるよね。ラルトスは持ってるから、今はオッケー。スボミーもいたけど、うん、スボミーも今はいいわ。待って、ナエトルいないか。そう、ナエトルさ、サブ任務でも必要なんですよね。確か、現像さんだったっけ？川の写真を持ってきて、みたいなやつがあったと思うので。え？やっぱさっきのドダイトスの近くかな？あー、なんか、いなそう。ピッパー。一応こっちも行ってないから進んでくけど。あ、パチリスいた。え、待って、親分じゃね？あんなでかくないよね、普通のパチリスって。親分だ。ちょっと待てよ。親分パチリス、捕まえたいね。はい、ここフェザーボールで待てよ。
捕まって、お願い。親分パチリス無理か。バレた？あーバレたか。バレたね。待って、親分じゃなくてもいいんだけど。あ、いた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 。ちょっと待って。普通パチリスでいいわ。普通パチリス捕まって、オッケー。ちょっと待って、待って待って。何がどうバレてる？ゴーストなのか、パチリスなのか。オッケー、パチリスゲット。待って、いい、あなたいいわ。あなたいいわ。親分パチリスは無視。で、こっち側、フェザー作る材料あったから、これ取っとくとして。もうないかな。あー、もう誰もいないな。ナエトルいねえの？この辺だと思うんだけど。そっちかな。ちょっと待てよ。ナエトルをどうしても探したい。いると思うんだよ。私の勘違いか。こっちじゃないね、まず。ってことは、まあまだ行ってないエリアあるから、先そっち行くか。お、灯火発見。じゃあ灯火ゲットしたら、ちょっとまだ行ってないところ行きたいと思います。はい、ジャンプしてここ登っていきましょう。待てよ、その下今壊せるとこあったな。それ壊すか。それ壊せばナエトルが出てくるとか、そういう話ではないか。はい、タークライ投げまして、壊して。ドッカン、どうですか。なんか出てきた。鉄のかけら3個ありがとう。これでまた、ウィングボール、ジェットボールか。ジェットボールが作れますね。で、まあ、この辺はもう来てんのか。そっち行くか、じゃあ。ここでウォーグルに変えまして。で、そう、これさ、モーグルとかに変えるときってさ、十字キーで変えないといけないんだけど、その十字キーをね、押すときに上とか下を押しちゃって、よくポーチとか図鑑開いちゃうのあるあるですよね。で、もっともっとこっちか。あと大丈夫だよね、この辺。カバルドンとか、グレックル、ドクロックとかは捕まえたんで、まあ今は特にいいでしょう。で、さらに、はい、ここまっすぐ行きまして、おお今、親分、あれだね、ゴーストいたね。ゴーストだったらいいか。ゲンガーの方が、いい。てか、ゲンガー捕まえてないな。いるのかな？ゲンガーって本来は通信交換で進化するポケモンなんですけど、いや、いなそうだな。なんか通信ケーブルみたいなアイテムあったから、多分あれでいけるんだと思うわ。いや、でもわかんないよね。もしかしたらいるかもしんないから、ちょっとどうしても捕まんなかった時だけにしよう。それを使うのは。そしたらこの辺は、パラス。で、キングリーフ。いないな。あ、なんかいる？こんにちは。いたいと。あ、待って！ナイトルだ。ちょっと待って、ナイトルだ。ナイトル、ナイトル、ナイトルだよ、あれ。ほい！ナイス！ナイス背面！いったっしょ。ナイトルだよね。今の。ナイトルだったと思う。オッケー！一匹！嘘！まあ、一匹でもいいか。現像さんは見せればいいやつだから。オッケー、オッケー、オッケー。あ、やめていい。ナイス。一匹捕まったのも結構でかいぞ。そしてミツハニーは捕まえとくね。ミツハニーさ、蜜の味どうこうってやつでさ、またこの辺のミツハニーちょうだいって言われる可能性あるから、先に手打っとくわ。ミツハニーはいたらね、いたところで捕まえておきましょう。そしたら、この辺はもういっか。じゃあウォーグルで飛びまして、なんかいる？新ポケいる？いないね。おっと！メガヤンマ。メガヤンマ持ってないんで、ちょっと捕まえていいっすか。ここ着地して、あー待てよ。ちょっと遠いかな。フェザーボールで。あーちょっと遠いかもしれん。落ち着け落ち着け落ち着け。フェザーボで、いけるかな。遠いな。ほらナイス背面。いいよ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 。捕まってお願い。何レベルだろう。レベルによるとも、あー捕まんねえか。いやでもバレてないから。バレてないからもう一回いける。何回でも挑戦するのが MK 流。ちょっと待って。本当やめて。本当やめて。今、ヤンヤンマさんたち、あなたたち望んでないから。待って。バレるバレるってそんなことしてたら。バレるバレるバレる。バレるバレる。バレたくない。バレたくない。バレずに捕まえたい。オッケー。待って。本当やめてみんな。みんなやめて。今じゃねえから。捕まって。そして、捕まんない。待って。どうしてもバレたか。バレたんだったらもうしょうがねえ。ダークライン投げるわ。あ、バレてないね。バレてないね。あれ今バレたと思った。バレてなかったね。落ち着け。まだバレてない。まだ、やばい。ちょっと待って。無理か。だったら分かった。もう投げるわ。はい、ここ。ダークライ投げて。よし、オッケーオッケーオッケー。もう対戦で捕まえましょう。相手が 58？ そりゃ捕まんねえわな。58は捕まんねえわ。じゃあダークホールの力技、命中100にして打っていく。で、眠気の状態で、まあメガトンボールとかハイパーボール投げれば、多分捕まることでしょう。いや、ダークライいいね。雨降ってきた。ダークライなんか、捕まえる時も結構ね、便利だね。あー眠たくて、待って、めちゃくちゃ雨降ってきたんだが。道具じゃなくてもいいや。こっから、メガトンボールでいいよね。どうだろう。ハイパー投げる必要あるかな。ハイパーの方がメガトンよりは捕まりやすいと思うんですけども、3回揺れで、オッケー！
捕まりました。素晴らしい。メガエンマも持ってなかったからちょうどよかったですね。そしたらこの辺登っていきまして、あとはうわー待って、もこれさ何も見えないやん何も見えないんだが、あのあれで豪雨で、豪雨やめて、あーこれ上行っちゃうと何も見え、あー何も見えねえな。なんだよ見えないじゃん。じゃあさらに奥進んでいきましょう。おなんかお花畑、なんだあパラスで、そこがあチューリネだ。チューリネはでももう捕まえたな。あーっとまた親分パチリス、パチリスも今どうでもいいな、いらないねパチ、え待って、あれがいる、野党さん姉妹、おい何やってん、待って、戦闘かだとしたらちょっと待って、あミスった。うちに気づいておいて逃げるでもないのかよ。いや逃げようとしたんだけど今見つかっちゃったんです。こんにちは。その余裕消し去ってやる。バトルだよな。野党三姉妹が次女おたけの恐ろしさ思い知りな。えもしかして野党三姉妹ってさどっかにいるのか、全部のエリアの中で。あーこれなんか勝てばもらえんのかな。おおなんだそのソフトボール投げかわいいそうおたけはねあれなんだよね、もともと鈴なのね、子孫なんだろうね見た目はね。いやー結構可愛いんだけどな、その変なメイクやめな。そしたらここは悪の波動連打でなんとかなるっしょ。はい、力技ワンチャン一発無理、あ62レベかだったら無理だわ、だよな。あーだったら力技打つんじゃなかった、氷のつぶってからの相手がウッドハンマー、待ってよそれは耐えれるか、よしあっぶね、危な。そしてこの BGM いいよね。はい、そしたら悪の波動を打っていく、危なかったね今のやめてよ本当に、ウッドハンマーとか最強技なんだから草の。はい、そしたらなんとか倒した、1体か、あ1体しか持ってないんだねもうちょっとポケモン増やしな。ゲス内はなぜ敗北するのよ。まあちょっとポケモンの数かな、1匹単位で言ったら全然強かったよ雪の。なんかくれる、ムーまた負けちゃうなんて。はい、あんた銀河団なんかに必要とされているのかい。はい、銀河団の今調査隊員なんですけど消えちゃったバイバイ。おたけか、おなんだ、何か落としていったようだ。何を拾えたんでしょうか。金の玉4個でかすぎ、金の玉4個でかすぎない、ありがとうおたけさん。そしたらここ登って、あとなんもないか、あーなんもないね。そしたらさらに奥、あれここ、あーもうちょっとエリアあるな、ちょっともうちょっとだけ奥行ってエリア埋めちゃうね。まっすぐ行きまして、ここが名前はないのか、なんか名前がないエリアってたまにあるよねおともしび、ともしびはさすがに取っておきましょう。っていうか今回さ純白の凍土行きたいんだってばおたけさんに構ってる暇ないのよ。はい、ここ飛びまして、その辺だな埋まってないのは。グーって行きまして、この辺を埋めていく、何も見えないねえちょっと雨で何も見えないのやめてくんない。おっと今あったねはい、ここも登りましてゲット。いやともしびあと13個か、ともしびもなんか最終的には生放送とかでやると思うんで皆さんその時をお待ちください。はい、じゃあウォーグルでさらに飛んでいきまして、埋まった、もうちょいだな、ここ、あ何なんかウォーグルじゃこれ以上進めないやつ、じゃあちょっと怪ししでダッシュして埋めていきましょう。もうちょいもうちょい奥、はい、鉄のかけらゲットして、ちょっとあの雨強すぎてさ何も見えない。 OK 埋まった埋まった、よーし、そしたらもう帰ります一旦村に戻って、で村のサブ任務とかをちょっと進めてから純白の凍土に向かっていきたいと思います。はい、 OK、 結構捕まえたっしょ、19,556円、どうだろう。まあ団員ランクアップまではさすがに行ってないと思いますけども、はい、図鑑更新の方しまして、おお、あでもまあまあまあ570ポイントで村に戻りまして、玄蔵さんと、ああとシャロンさんか、服屋の人、あの人も頼まれてたヒポポタスか、まだ渡していないのでそちらを渡していきましょう。まずは玄蔵さん取ってきましたよ。玄蔵さんは見せればいいだけだからなんか結構楽ですよね。おっと、そして今日はムベさんだそう、なんかここにねランダムでキャラクターがいるんですよ。多分一緒に写真を撮れるんだと思いますが、まあムベさんと写真撮ってもね、あー撮影じゃない、ごめん間違えました、依頼です依頼、依頼で写真のポケモンを見せる、はい見せます。で苗トルをさっき捕まえたのでボックス数後ろの方か、いやでも
なんかわかんねえんだよな、これ。結構手前の方から入ったりもするからさ。ナイトル、オッケー言いました。これでどうですか？多分このポケモンだと思います。かわいい。ナエトル可愛いよね。その頭から生やした双葉、ほら、やっぱりポケモンだった。早速記念に1枚取りたくなったよ。はい。取っちゃってください。取ったらナエトル返してね。結構貴重なんだから。いや、写真屋としての僕の目も超えたもんだ。でももっといろんなポケモンを見たり、撮影したりしたいね。君も良ければポケモンたちとたくさん写真を撮りに来てね。わかりました。これで、はい、サブ任務62は達成しましたが、まだあるんじゃね？あ、もうなさそう。わかんねえな。でも出入りしたらまた増えちゃうかもしれませんけど、とりあえずまあ現像さん一段落といったところでしょうか。そしたら次はシャロンさん、あなた、ヒポポタスをなんとか捕まえてきました。オスもメスも。まずはオスね。これが、はい、オスのヒポポタスです。でメスのヒポポタスがこちら。そう、この茶色とね、黄色っていうか、まあ橙色みたいなところが逆になってるんですよ。は、茶色の濃淡によってこれほど印象が変わるとは。いいよね、このヒポポタスカバルドンは。もうオスメスで全然見た目が違うからさ。着想が浮かびました。しばしお待ちください。はい、なんか新しい服なのかな。お、呉服屋の新作、ぜひご覧くださいませ。やった服が増えたらしい。よーし、じゃあこれで、おお、まだあるね次は何なんでしょうか。新作を生むにあたって気になるポケモンがいるのです。今度はカラナクシか。カラナクシというポケモン、暮らす場所で体の色が異なるとか、見比べたらいい刺激が得られると思うのです。黒曜の原野と群青の海岸、それぞれのカラナクシを見せてください。持ってたよね、西と東。多分持ってると思う。依頼についてで、カラナクシ、まずは桃色。あー、いるいる、ほら。よーし、じゃあ見せてあげましょう。今度が水色。水色カラナクシ。あれ？あー、いた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 。よかった、いっぱいポケモン捕まえといて。なんか一回でこうやって揃うといいね。どうしてカラナクシの体の色に違いがあるのかわかりませんが、暮らす場所で変化があるのも素敵です。多分なんか海の、あれなんだろうね。なんか濃度とか、そういう話なんじゃない？違うかな、日当たりかな。ことぶき村に来た皆さんも、暮らす場所を変えた方々、カラナクシと同じように服の色を変えてみるといいのかも。おお、面白い発想ですね。これでまたなんか浮かびましたか？は、思いつきました。よかった。待って、これまだありそうだな。わっと勢いで作りました新製品、よろしければご覧くださいませ。はい、ということで連続西と東のカラナクシクリアしました。あ、まだあるよね次なんだろう、あとなんかいたっけか。新しい服が増えると嬉しかったりなさいますか？嬉しいよ、もちろん。新しい服を求めることはおしゃれを意識するものの宿命です。では新しいデザインを生み出すため、ポケモンミノマダムを見せてください。あ、ミノムッチだったら全部持ってたと思うけど、ミノマダム、あれ、1匹でいいの？1匹でいいんだったらいるけど、あれ、3種類揃えなくていいのかな。ミノマダムって、そう、ゴミの実の草の実の、砂の実のっていう3種類があるんですよ。で、ミノムッチだったら全部やってたんだけど、ミノマダムじゃやってなかったんだよな。でもなんか1匹でいいっぽい。はい、これゴミの実のですね。どうでしょう、ほら、ゴミの実のというのですね。捨てられたものの中から美を再発見するポケモンが、そのような、再発見するポケモンがそのようなことをしているとは、は思いつきました。お、これでいいっぽい。呉服屋の新作、ぜひご覧くださいませ。やったー優雅な着こなしミノマダムクリアしました。まだ同じ服でも色が違えば着こなしも変わりませんか？そうですね、そうだと思いますよ。そうですよね、自分好みの色でおしゃれを楽しみたいでしょう。新しい色の服を作りたいのですが、材料が手に入りません。赤いかけら、青いかけら、緑のかけらをお持ちでしたら、一つずつ分けてくださいませ。あ、それは何も持ってない。これどうやってゲットするんだろう。売ってんのかな。今までゲットできたことないぞ。あ、目玉商品入荷してる。黒い石、炎模様の石、炎模様の石。これ多分炎の石だよな。いや、5000円は高いわ、ごめん。黒い石は？黒い石って何？あれだよね、あの前手に入った。あ、いいわ、持ってる持ってる。よーし、じゃあこれもいいとして、あとはあれか、医療隊の人か。じゃあ最後あの人にチュリネを見せてから、純白の凍土を向かっていきましょう。ちょっとシャロンさんで時間食いすぎ。あ、
おい何回やんだよ、ちゃんと見といてって。おお、君はミホの先輩 MK 君じゃないか。とうとう黒曜の原野でも帰ってこなくなったんだ。いやいや、一番近いとこよ。近場で慣れているはずなのに、ミホの身に何かあったに違いない。あ、今回はそういうこと、ガチグマと君の力を借りたいんだ。ミオ愛用の手ぬぐいの匂いを手がかりに探し出してくれ。はい、じゃあまたちょっとガチグマに匂いを覚えさせて、黒曜の原野にいるはずなんだ、ミオを見つけてくれ。わかりました。もうなんだよミオちゃん、何やってんのそしてここにもあったからちょっと調べておきましょう。パチリスの戦い方。ほう、パチリスの戦い方について警備隊トシローさんから依頼があります。まずは話を聞いて調査に当たってください。わかりました。なんか結構サブ任務多いね、ラベン博士。ちょっとなんか協力してよ、サブ任務の。MK 君、研究室にいるポケモンも調査に連れて行きますか？え？どういうこと？そ、牧場？ん？なんだ？君と一緒に調査ができたらきっと喜ぶと思うのです。あ、待って、え？くれんの？御三家、最初の、今回の御三家。火の嵐をもらった。ありがとうラーベンちゃん、ありがとう。え？いいの？日の嵐とミジュマルもらった。やったくれんだ。超ありがたいじゃん。待って、ミオさんって誰だっけ？クメさん。違うな。あれミオさんってどれ？やったね。ちょっと待って、ミオさんがどこにいるかわからん。任務リストからサブで苦い葉っぱを探して。はい。あ、そっちなんだ。やった。おい、ま、収蔵は無理だわ。収蔵にちょっと喧嘩ふっかけていこうかと思ったけど無理だったわ確か次4万とか5万だよね。あー、よかった。ミジュマルとかさ、じゃあ進化させた方がいいな。進化させて、これもしかして、いや違うな、もしかしなくても野生じゃ手に入んないよねこの辺りって。だったら、あー、そう、ミスったんだよね。そのあのちゃんとあれなんですよ、図鑑タスクとかをこなしてから進化させないともったいないことになるんだよな。三つ葉のポケモン連れてきてくれたのかい？はい、連れてきましたよ。さっき捕まえました。待って、御三家もらえたのが嬉しすぎ。マジで嬉しすぎ。はい、このポケモンですよね。チュリネ。このポケモンを本当に渡しますか？はい、渡します。と、三つ葉のほら、かわいいポケモンでしょ？うんうん、立派な三つ葉だ。この子で間違いないよ。ご苦労さん。葉をちょいとだけ分けてもらおうかね。二つ葉になっちゃうよ。調査隊の君、材料探しの調子はどう？おっと、いきなりシノさん。ポケモン？ああ、見ちまったか。シノ、薬の材料はこの子から分けてもらってるんだよ。そうなんです。ポケモンが材料？私、ポケモンが本当に怖いの。もう薬は作らない。そんなこと言わなくても、まったくあんたって子は、未知は怖い、無知はもっと怖いってね。いいこと言うね。確かにその通りだ。銀河団が調査隊を立ててポケモンを知ろうとするのは何のためか考えてごらん。そうですよ、みんなポケモンと一緒に暮らそうってことなんですよ。そうかもしれないけど、いきなりは。確かに君だって頑張っているけど、なんかまだサブ任務あるかぽくない？わかりました、私も頑張ってみます。あ、仲良くなれるかな。まずはこのポケモンを知ることから始めます。はい、チュリー可愛いでしょ。ほら、チュリね、進化するとドレディアっていうさらに可愛いポケモンになるんですよ。まあ今回はあれか、翡翠の姿があるから、いつものドレディアにはなりませんけども、持ちきれない道具は送られたということで、仲良ししてるかな？こんにちは。どう？苦くない漢方薬のお店を持つのが夢なの。おー、いい夢ですね。漢方薬は、そう、ポケモンに与えると苦いから夏気度が下がっちゃうんですよね。でもその代わり普通のシルフカンパニー製のね、すごい傷薬とかよりも安いという、そういう感じの設定になっておりますが、これでとりあえず結構やったよね。蜜の味、パチリスの戦い方、ちょっとこれ聞こうかな。あれどこだ？警備隊のトシローさんどこにいんの外か。うわ、またグレンの湿地だし。グレンの湿地ばっかなんですけど。そしたら任務リストで、他にはサブ任務で、蜜の味、浜ナスの島か。これさ、次、黒曜の原野行った方がいい。フェアリーの泉。これもやって、純白の塔とハピナスの人助け。黒曜の原野。待って。純白の、凍土行くか。
そうだよね。よし、じゃあ純白の凍土に先に向かっちゃいましょう。で、そしてから黒曜の原野は行きたいと思います。もともとね、今回純白の凍土に行くってそういえば最初言ってましたもんね。ちゃんとあれですよ、目的がうろうろしますけど、最終目的はね、見失わないようにやっていきましょう。ということで純白の凍土に行かせてください。大量発生ちょっと気になるけど、先に向かうのはこちらで、純白の凍土で確かあれだな、ハピナスのなんか任務もあったよね。それもここだった気がする。うわ、めっちゃ、ん？アローラって言ってた今、君。ヤンさん。君、アローラって言ってなかった？君を待ってたんだ。ケオケオたちが遊びに出たきり、帰ってこないんだ。探す手伝いをしてくれ。ケオケオ、あ、アローラロコンだ。アローラロコンの話でしょ。おっと、失礼。故郷のアローラでは、ロコンをケオケオと呼ぶのだ。へえ、それは、サンムーンでも語られてなかったな。ケンケン。なんだ？いる？あ、かわいい。おや、お前は遊びに行かなかったのか。かわいい。アローラロコンいいよね。めっちゃかわいいじゃん。この子がアローラのロコンさ。雪に溶け込む白だろ。一人で探すと難儀でね。まだあと5匹帰ってこないんだ。ロコンたちは雪崩坂のあたりで遊んでいるはず。探し出し、帰ってくるよう伝えてくれ。わかりました。これさ、これじゃわかんないのかな。任務リストから、パチリスの戦い方。あー無理だ。え、今どのあたりって言った君。あー、ロコンじゃないよ。雪崩坂のあたり。雪崩坂ってどこ？雪崩坂。あ、ここか。よし、じゃあ一旦この氷山の行くさばに飛んで、ここから上、下、ちょっと待てよ。こう来て下か。じゃあこっち側向かっていきましょう。ウォーグル。ウォーグルもね、一番最初はあれだったよね。この純白の凍土でゲットしたんですもんね。で、雪崩坂が方角的にこっちか。オッケーオッケー、こっちですね。なだれ坂？あ、合ってるね。ちょっとさ、なだれってあれほら、ね、当て字じゃん。それで MK さん混乱しちゃうんだよな、いつもな。で、この辺りに、おーっと、灯火あったね。灯火があったから、それを回収してから、アローラ、あ、アローラロコンもいる。ちょっと待って、待って、今下にもいなかったか。そして待って、今ベロリンガもいなかったか。ベロリンガ持ってないんだけど、オンユーラに変わんないのこれ。あーたー。うまくいかないもんですね。まずはロコンちゃん一匹いました。こんにちは。あ、振り向きロコン。めちゃくちゃ可愛い。ケーン。あ、ケーンって鳴くんだ。はい、ロコンは雪原ベースに向かって走り去った。はい、そして、おー、灯火もありました。ついでですね。で、ベロリンガいたよな、今。ベロリンガ捕まえたい。いた。持ってない、持ってないよ。ウォーグルで一旦ここ干渉しつつ、落ち着け。フェザーボールでいいかな。フェザーボール、ポン！投げていきましょう。背面取りはしてないけど、なんとか捕まってほしい。一回揺れということは、オッケー、捕まった。62? 62? 思ったよりレベル高くねえか。はい。で、ベルベルトにね、進化させるときは、原子の力を覚えさせてレベルアップなんですけど、60ちょいだったらもう思い出していけそうですね。うわ。下にいるのかな。ロコン、ちょっと待って、さっきの下怪しいけど、周りにまだいると思うんだよ。ロコンちゃん、いませんか。ガチグマ使えば見つかりやすいとかないよね。いや、ないと思う。なだれ坂。場所はこの辺だから、もうちょい広い範囲か。エイパム、エテボース、違うんだよ。ロコンなんですよ、ロコン。いないね。結構近づかないとさ、描写されない説があるから、ちょっとあれなんですけど、ハピナスは持ってるもんね。ハピナスは持ってる。ってことはやっぱ、さっきの、この下かな。ちょっと行ってみよっか。はい、じゃあ一旦ここ降りまして、こんにちは、行って。ごめんなさい。あ、カチコールだ。待って。なんかいる。あ、違った、びっくりした。今、雪はみか、寝てるね。はい。寝て、お、すげえ音響く。こいつ今雪はみかと思ったら違いました。はい、鉄のかけらまた1個ゲット、持ちきれない。あ、待てよ。この奥なんか結構続いてんな。うわー、じゃあちょっとこっから次回にしましょうか。じゃあ次回ちょっとこの洞窟の奥進んでいければと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。